旋盤で削ったステを埋め込みまして、まあ、普段でしたら、タグをつけて前と後ろに留めたりとか、まあ、下でグロメットで留めたりとかするんですけど、30ミリの真鍮から削り出して作ったもんなんですけど、裏からボルトで留めて、これタンクの上面部分なんですけど、こちらの方、まあ、ちょっと裏見たらだいぶ粗い感じなんですけど、まあ、こういう感じでタンクの方を作っていきまして、ここから溶接していきたいと思います。もっとごちゃごちゃするから結構シンプルに、ね、ここにバッグ後ろ側にこうハンドライダーを止めるものを作ってて、きついな限界値です、これが。いや思ったよりも細いですよ、もうちょっと太なるかな。キャリパーがある、キャリパーがギリギリやもんね。そう、ここにこういう感じでライダー作って、ここから打ち込んで、でハンドルつけようかなと思って、こういう、なんか、まあ、なっちゃん座ってもらった時にちょっと一回また買ってくれる？で、そこで、そこら辺の感じで、これがほんで、あ、聞きました、ここやね、ハンドルの、そうそう、ハンドルストッパー、うん、すごいヘッドライトもちょっと変わったんがいいなと思って、このそうさっきの、うん、こういう感じで、うん、これでもう塗装出せますんで、はい、お待たせしました、ありがとうございます。もうこれギリギリやねこれ、だこれ上がる方が、これ今一番ボトムしてる方やから、ここから上がる方やから、これが交互距離、そうやね、そうそう、だから、うん、さっきね、オーナーさんこだわりのワンライフェンダーこれで、いくらからこれ、いらんって言われるこれ、いらんとかいらんってないのよ真鍮かなと思ってんねん、ここは、うん、だから、多分し、あの、メッキするから、はいはい、メッキして、なんか、そうそう、まあ、シルバー、真鍮でほんまにこんなん、うん、気をつけて。